勝又実勝又実から1906年1月30日は、日本の幕末から明治期の母子、内務官僚、県知事、宮内省図書頭、陽名、百太郎、郷長武鉄筋、長戸国阿部軍萩で、長州藩士、勝又森都の息子として生まれる、藩校、明林館で学ぶ、母親戦争に従軍、柴田本営軍艦、 若松在勤、越後府軍艦、越後府藩寺司法などを務めた。明治4年4月12日、山口県に入り、12党出資、王族、中族、9党出資などを歴任。1874年10月、山口県を退職し、地租引き当て前を管理する、半官半民の傍聴共同会社頭取に就任。1879年4月、 内務省に入り内務県少書機関、取調べ局事務取扱いに就任。以後、内務少書機関、警保局事務取扱い、内務兼退所機関、内局事務取扱い、県警保局長、内局第一課勤務、県社事局長、県戸籍局長などを歴任。1885年1月、愛知県令に登用され、1886年7月、 地方間完成改正に伴い同県知事となる。以後、愛媛県、宮城県、新潟県の各知事を歴任。1901年1月、新潟県知事を休職。同年4月、区内省都市を頭に就任し、死去するまで在任。ありがとうございます。